っこよくなりたいライオン、アリオンのお話。ある草原にある動物村にアリオンというライオンが住んでいました。アリオンは鏡に映る自分を見て悩みました。どうしたらもっとかっこよくなるかな。そして突然何かひらめいたアリオンは森の中に走っていきました。アリオンは森の中でいくつかの種を見つけました。それはアルガンの種、メドウホームの種、サザンカの種、アボカドの種、マカダミアの種、ホホバの種でした。アリオンはそれらの種からオイルを絞り出し、何か一生懸命作り始めました。最後に爽やかな香りまで加えたら、魔法のエッセンシャルオイルが出来上がりました。髪を洗い、毛先から魔法のエッセンシャルオイルを塗りました。綺麗に髪を乾かしたら、乾燥してパサパサだったアリオンの髪の毛がツヤのあるしなやかな髪になりました。誰よりもかっこいいライオンになったアリオン。その後アリオンは動物村で一番かっこいいライオンになったそうです。6種類の種子オイルで髪にツヤを与える、アトミヘアエッセンシャルオイル。